さん。こんにちは、豊さん。現時点でまだなんか最近暗くない？いやこれちょっと暗い出だしが暗いんですけど、まあ、あの着地点は明るくしましょう。なるほど、ね、あの巨人がまた単独で最下位に現在なってしまいまして、はい、そうだね、はい、どうしてもあのヤクルト戦での あの閉殺だったりとか、あと不審な選手がいたりとか、なんでこの選手使わないのとか絶対言われるよ。なんてもうジャイアンツのネタはいいでしょう。なんでそんな。いや絶対言われるよ。まあ言われるでしょうね。言われてもやります。まあそりゃそうだな。はい、もう緊急なんで。この前ねタクシーの運転手さんに言われたんだけど、我らの小林の話題が少ないんじゃないかって言われたんだよ。見てくれてるんですかって言ったら、見てますよって。嬉しい。我らの小林は少なくなりましたねみたいな。いや試合に出てないもんねとか言われますよ。小林選手のじゃあファンの方なんですかね、運転手の方。ドライバーさんは。いや、チャンネルのファンなんじゃない。あ、チャンネル、はい、チャンネルファンで、なおかつ小林選手のファン。ただちょっと巨人が噛み合っていないというか、はいはい、今投打ともに噛み合うっていうか、はい、まあ図式的には少し弱いピッチャー陣を打者陣が助けるという構図だったんだよね、はい、で歯車っていうのはなんか 50-50 でお互いが支え合うっていう、うん、でもバランスとしたらやっぱ投手力がちょっと落ちて、はい、まあ、バッティングがこうなんて上に行ってて、うん、それが助けるという、はい、でも今全然助けられないからさ。そうなんですね。だからまあ苦しんでるよね。逆にピッチャー頑張ってるんじゃないかって思うけどね。あのそうですね、去年とちょっと違う構図になってるのかなっていう気もするんですけども、うん、そのじゃあまず打の部分なんですけれども、はい、そのスターティングメンバーがやっぱ日替わりに今なってしまっていて、うん、これに関してまあね、いろいろ言うけどさ、はい、日替わりにしたくなる気持ちもわかるよ、うん、いやだって調子が悪い人間がほとんどいて、はい、それを組み替えたらなんとかこう繋がらないかなっていう、もうパズルゲームみたいになっちゃってるんだよね、うん、だからまあそれはもうしょうがないけども、はい、しょうがないけどもやっぱレギュラーって言ったら名前が出てくるよね。キャッチャー大城、はい、中田翔、ファースト吉川、はい、岡本、坂本、はい、ね、まあ丸がライト、ライト、そうですね、まあ大体6人から7人レギュラーと言われる人間が、はい、これをまず先発で使うことだよね、揃えて、はい、まあ右も左も、ね、うん、関係なく、はい、だからその中で打順を変えるっていうんだったらまだいいんだけども、はい、まあ、メンバーまで変えるじゃない。例えば坂本選手、丸選手、まあ、吉川選手、あのヤクルト戦で出てきましたけど、吉川選手、この3人がスタメンに入ってないっていう時もあるよね。だからそのレギュラーと言われる人間が何番を打とうがこれはいいんだけど、はい、他のメンバーを変えて入れていくっていうのはゲーム感もなくなるし、はい、調子のバロメーターっていうのが分からなくなる、うん、この1本でこれ調子上がってくるんじゃないかなっていう、そういうのは分かるんだよね、はい、だけどそれすら分からなくなるっていうことは、まあ、この3名今ちょっと調子が良くなかったり打率が低いですけれども、打率が低くてもその使い続けるべきだっていうこと。俺はね、うん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 、じゃないと、うん、じゃあもう新規を交代しますと、はい、新しい巨人を目指しますみたいな、うんうん、そういうことはできるの？できないですね。できないの、はい、オーナーオーナーさん。でもいやできないよ ね、 いね、まあ、巨人の体質はあれだけのファンを抱えてて昔からの伝統があって、はい、まあ、今年はまあいいやって、うん、もうとにかく若手をね育てようみたいな、来年勝負だみたいな、できないチームでしょ、はい、まあ、それだったらレギュラーを使った方がいい、うん、絶対に、はい、だって力もあるし。そうです、ね、まだまだ戦えるよね、うん、だから例えば1年間戦って丸だったら、はい、それは2割8分の20本を打ってると思うよ、うん、でそのプラス打点がいくつか、まあ、中田翔は外れてないからいいんだけどね、うん、岡本と中田翔は、まあ、坂本、はい、2割8分のこれも20本、うん、で打点がついてくる、はい、吉川、うん、まあ2割8分の10本、うん、打点がついてくる、はい、文句あるか終わった時全くないですね。我慢しようよ。だからだからただね、俺がずっと野球を見てきた中で選手がいないと別だよ、はい、だけどそれをじっと耐えて我慢をし選手を信じられたのは落合さんだけだな。みんな変える、もう我慢できなくなって。落合さんは変えなかった。へ、一回俺聞いたことあるんだよ、はい、中日が春先もうどん底で、
みんな打てなくて、まあ、荒木井端とか、はい、まあ、種子もいたかな、そうですね、そういう時に聞いたんだよ、こう監督変えないんですかって、うん、打順とかメンバーとか、うん、いや、いたかなって、こいつら数字持ってる選手なんだ、まあ、結局レギュラーだと、はい、レギュラーは責任があると、こいつら全員果たしてくるから、その責任を、うん、終わった時にはだから変えない、だから終わった時には数字はしっかり残してきてるよこいつらはって、うん、信じてる、すごいですね、いやだからこれをやった人っていうのは落合監督しか多分いないと思うんだ、最後まで信じきってたから、それで最後優勝したから、そうですよね、うん、だからまあ確かにね、新旧交代の時期かなっていう選手も中にはいたりだとか、若手にもチャンスを与えないとバランス的に悪くなるとか、うん、まあいろいろこう悩みは深いよね、今のジャイアンツっていう、ね、そうですよね、あとは例えば秋広選手とか、あと萩尾選手なんかもこう上に上げてきているけれども使わないっていう、まあ、秋広はさ、じゃあどこに使うのかって言ったら、うん、ファーストでしょ、はい、あ、まあ、ファーストの中田翔がいるじゃない、これ使えないじゃん、なぜ上げてきたの、だから代打でしょ、あ、まあ、代打はねやっぱりベテランの方がいいんだよ、うん、そうですよね、うん、若手が代打で出てきて打てるかって言ったら打てないだろうなと思うもん、しかも2軍から上がってきたばっかの選手ですもんね、そうそうそう、まあ、萩尾は俺は使ってもいいと思うけどね、あ、まあ、この時点で登録すらしてないっていうところでどうしてなのかなっていう疑問もあったりとかあるんですけれども、このあたりの考えっていうのは、いやだから、うん、弱いとね、突っつき出すといっぱい出てくるんだよ、いやでも C のチームではその勝ってるということで霧はかかってるけど、やっぱ問題点はたくさん抱えてるんだよね、うん、だけど下はもう快晴の中で悪いから、もうそうですよね、もう悪分かりなんだよ、ドローンで上から見て、ああこいつも悪いこいつも悪いみたいな、そんな感じだよ、そうですね、うん、確かに、まあ辛いだろうなと思うけど、俺からお願いできることは1回10試合ぐらい信じて彼らに任せてくれないかなっていうのは思うよね、例えば、まあ、湯高さんが言う、まあ、スタンダードのその巨人の打線というか打順っていうと、まあ例えば今の段階では1番オコエ、うん、はい、2番坂本、はい、で3番ブリンソン、お、3番にブリンソン選手、はい、で4番岡本、はい、中田、5番中田選手、丸、6番、はい、うん、大城、はい、でいいんじゃない、で吉川、吉川選手、うんうん、これでっていうことですね、うん、まあ、だから今名前を挙げたメンバーっていうのは大体レギュラーだよ、はい、まあ、お声が違ったりだとかするけども、うん、大体レギュラーって言われる人たちだよね、はい、だこれを10試合打順はその中で変えてもいいから、はい、他のメンバーはちょっと待ってくれと、うん、ね、よっぽどだったら入れるけど、ちょっとこの選手たちがやってくれないと、うん、このチームはダメなんだと、はい、思わない、いや思います、若手使っておいいぞ打った打ったみたいな、うん、言ってる暇がないんだ、はい、余裕がない、うん、いやそれだったらレギュラーと言われる人間を打順は固定しなくてもいい、はい、やっぱりやりたいんでしょう、こういろいろ中で、うんうん、はい、でもメンバーは変えてほしくないな、あ、メンバー変えずに打順は変えてもっていうところですね、そうだね、うん、信じよう、もうこうなったらそうですよね、うん、確かに、だからあのよく今ねショート中山ライト選手とかも出てたりとかしますけれども、そういう中で例えば試合の中盤後半で代打に坂本選手出たり、代打に例えば吉川選手出たりとか、代打丸選手だったりっていう、屈辱だよ、あ、そうなんですね、いやそりゃそうだろお前、代打出てきて若手が出てきて、お前2000本打ってるやつがお前なんか関係のないところで代打使われてさそりゃやっぱりちょっと確かに面白くはないよね、これはあのこれは普通さ、はい、その使うところはもうベンチが考えてるんだろうけども、選手の立場から考えるとくっそ面白くないよね、はい、ね、だからその感情は出せないからさ、余計ストレスが溜まってくる、これはそのベンチのコーチ陣とか監督とかはどういう意図で、いやだから意図はあるんだろうな、奮起してこいとかさ、はい、だから愛情かもから、お前ここで使われてどう思うんだって、うん、悔し方上がってこいみたいな、うん、獅子だよ獅子、ライオンをこう落としてそうです、ね、這い上がってくるのを待ってる、うん、まあ、そういうやり方もあれば、はい、やっぱこう喰らいとしてもういいところで使い続けるとかね、はい、まあ、いろんなやり方あるけど、それはそれの指揮官の考えだし、はい、まあ、コーチ会議でいろんなどういうところで使おうっていう、
まあ、そういう会員が例えばこういうところで使って屈辱を味わした方が這い上がってくるんじゃないかとかさ、はい、いろんな考えはあると思うんだよ、うん、だからこれはね一概にああいうところで使わないでほしいとかさ、はい、まあ、いろいろあるかもわからないけども、まあ、それはそれで考えがあるわけだから、うん、俺だったら絶対坂本は外さない。まあそう言ってましたもんね。絶対外さない。丸選手も坂本選手もそこを外さずに吉川選手もどんなに調子悪くてもってことですよね。いいかよく聞いとけよ、うん、カメラで向かって言わないけど2000本打ってんだろ、はい、ショートだけで2000試合出てんだよ、うん、そういう人は史上初めてなんだよ、はい、ね、ちょっと待って終わっちゃった。まだだの部分しか言ってないですよ。あ、そうか。そうです。いやだからプロ野球が発祥してそれだけの偉大な選手なんだよやっぱりね、うん、まあ、だからそういう扱いをしてほしいなっていう個人的な意見がある。そうですね。もうこれはもう個人的な意見。そうそうそう。多分これが落合さんだったら絶対外さない。使い続けますね。ただやっぱりね中に入ったら中に入ったでいろんな事情を抱えてるのかもわからないよね。これは勝手に俺らが想像して言ってるだけだけども、うん、はい、中に入ってたらそうしましょうって言ってるかもわからない。まあね、原監督コーチ陣で何かあるからこういうふうにしてるのかもしれない事情があって、ね、そうですよね。でも彼の偉大さっていうのはやっぱコーチ陣も分かってるはずだよ。うん、あとそのアーリーワーク、はい、キャンプでも話題になりましたけどそれをシーズンでも実はやっていて、まあ、ビスターとかでもそのアーリーワークっていうのを取り入れてる巨人はこのアーリーワークに関しては結局どうなんですか。いいのか。いやでもさ、はい、まあ、例えばね中山ライトが、はい、良くなったりだとか、うん、まあ、他の若手をあんまり見る機会がないからわからないけども、はい、振る力は多分ついてると思う、うんうん、だからデーブも妥協ができないんだよね、はい、やっぱりやり始めたことに、うん、やっぱブレるっていうか、はい、ね、そういうことは一番避けなきゃいけないことだから、まあ、やり続けると思うし、うん、やっていいと思う。それは例えば若手とベテラン組でベテラン組はいいとかそういうふうにはしない。いや、まあ、もうしてるでしょベテランは。ベテランは、まあ、調子が悪かったらその中に入れてバットを振らしたりとかするだろうけども、うん、そんな若手にやるみたいにブン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 やってるわけじゃないからさ、うん、ブーンぐらいでしょちょっとそう緩めの部分。そう、まあ、いろんな考えがあるんだよ、はい、やっぱ練習からこう打開していくとか、うん、休ませて打開するとか、はい、まあ、いろんなやり方あるけどもだからそのやらせてもいいと思う。いい。でもね言えば選手は、うん、やっぱ生活をかけてやってる、うんうん、はい、ね、自分で無理だと思ったら拒否してもいいよ、うん、あ、そこは、うん、で拒否されたからってコーチたちは根に持っちゃいけない、うん、はい、その拒否した理由はちゃんとしてればね、うん、いやちょっとデートがあるんですよってバカやろって言われるけど、ね、例えば疲れが取れないか、疲れ、いやすごい疲れてて、うん、起きるのもしんどいんですよって、そのぐらい疲れてるからちょっと休ませてくれないか、うん、だからできないって、これもはっきり言った方がいいし、うん、まあ、それを言ってデーブが何言ってんだって言わないよ、はい、いやデーブもプレイヤーとしてやってて疲れも知ってるしさ、はい、いつもデーブが元気だと思っても裏でクターッとなってる時もあるから、はい、ね、だからそれを言ってったらいいよ。そうなんですね、うん、で今ちょっと打の打つの部分でしたけど、はい、今度投ピッチャー陣ですけれども、はい、菅野投手がいない中で、まあ、戸郷投手を頑張っていてっていうところでどうですか投手陣。いやビーディーも、うん、俺ゲームは作ってると思うよ、うん、ちょっと打ったら勝てると思うしさ、はい、左の外国人も頑張ってるしさある程度打ってくれれば、うん、勝てるピッチャーはいると思うんだよ。そうビーディー投手もだから未だにまだ勝ち星がついていないっていう。そうなんですよね。だけどさ、はい、ピッチャーいいぞピッチャーいい、なかなか打てんぞお前。それ巨人のピッチャー。違う違う、相手のピッチャー、まあ、相手の、まあ、そうなんですよねどこもかしこも本当にいいから、はい、ホームランで勝つチームだよ、うん、巨人って、はい、まあ、大体そうなんだよ、うん、でもねピッチャーがいい分ホームランが出にくくなった、うん、はい、ね、そしたら何をしなきゃいけないかっていうと、うん、ディフェンスなんだよ、うんうんうん、ディフェンスをまず固める、はい、そしたらウォーカーは出れないんだよ。厳しいですね。ちょっと厳しいんだよ、はい、やっぱ守備が悪いからね、うん、守備をやっぱ固めて、うん、あとはやっぱ足なんだよ。実は盗塁1なんですよね。そうなんだ。だから周囲のヤクルトがやっぱ一番走ってたりだとか、はい、下半身が走ってたりだとかするんだよ、はい、出にくいから、うん、だから勝てないんだよ。そういうことですね。いやだからメンバーをこう変えていったりとかやっぱ予測をしていかないと、う
交流戦は負け倒すよ。あ、セリーグ、いや巨人か。いやだってピッチャーめちゃくちゃいいもん今の。そうですね、佐々木朗希なんかお前開幕してから5本しかヒット打たれてないから、5点しか取られてないんじゃないんだよ、はい、5本しかヒット打たれてないから。すごいですね。その中でお前長打1本もないんだからだからそれを攻略していくには足を絡めていかなきゃダメなんだ。エラーもなくて足で絡めるってことですよね。そうそうそう、だからゲッツーも足が速ければって言うけど足が遅い選手が多いな。そうですね、うん、だからまあこれは仕方ないよ、うん、ただやっぱりこう変えていくには、うん、もっとねこれからねピッチャー良くなってくるよ、はい、まだ今150キロ平均って言われてるのが155キロになる、はい、でもうちょっとしたら160キロ平均になるよ、はい、佐々木朗希がいっぱいみたいな時代になるよ、はい、そしたらねバッターの反応っていうのはもうできなくなってくる、うん、それだったらどういう選手をドラフトで取らなきゃいけないかとか、うん、もう明確なんだよ。足ですね、足とか、はい、もうねホームランなんか捨てるみたいな、うん、ホームランバッター2人ないしは3人でいい、うん、あとはもう足の速い選手をそれじゃないとね勝てるチームにならない。そうですね、先を見据えてジャイアンツもこれから考えていかないと、うん、もっと迷走するよ。そうですよね、うん、いや野球を変える段階でもあるし、うん、だからピッチャーがどうのこうのって、はい、ピッチャーそこそこ俺は頑張ってると思うよ、うん、ビーディー、まあ、グリフィン投手いたりとか。ただねやっぱね菅野だよ。そこですよね、まあ故障を責めるわけじゃないけど、うん、もう開幕寸前で故障でしょ。そうです、もうしらけるよな、うん、まあピッチャーも投げてるボールは他球団よりも遅いもんね。そうですね、うん、中継ぎもそうですし、やっぱり、うん、だから、まあ、そこら辺は苦しいだろうなとは思うけどさ、うん、こればっかりはさ145キロのピッチャー頼むから150キロ投げてくれって言ったら無理だからさそ無理ですね。そうでしょ、はい、いやだからその中でどうしていくか考えないと。なんか総合して言うとやっぱり豊さんが一番最初言ってたように去年まではそのピッチャーの弱い部分を打が補ってた巨人が今年はでも補いきれなかったんだよ。あ、去年でも、でも今年4位でしょ。そうです。で去年は守備が悪かった、うん、だから打てない守備が悪い人間が入る、はい、最悪だよね。もうどうしようもないですよね。そうそうそう、だから守備だけは固めとくっていう、うん、エラーしないみたいな。そうですね、エラー絡みの失点は絶対しないみたいな、うん、やっていかないと勝てないし、やっぱり1点を取る野球をやらないと、うん、で足の速い選手がスターティングメンバーに名を連れないと無理だよ、うん、今だとオコエ選手、まあオコエは足使えるな、ブリンソン選手使えるな、うん、この辺り、まあ、吉川選手、うんうん、だから吉川なんか外しちゃダメなんだよ本来は。そうですよね、本来はね、うん、よく見といてみる、はい、大体ね7割ぐらいはホームランで決着ついてるから、うん、ああ打たれたって、うん、打線がつながってつながってつながってっていうのは2割だよ。少ない、うんうん、でもう一つは足を絡めて取った点が1割ある、うん、だから足がもっと割合的には多くなってくるな、うん、だ今の巨人に言えること、まあ、足使える選手がどんどんこの盗塁だったり仕掛けて点を取る、あとはやっぱりその固定したスターティングメンバーを入れ替えずにそこで戦うっていう、そうブレずにそこをやるっていうことが今一番の課題ですね、はい、そうだな、うん、よく聞いてたね。聞いてます。よく言えたね。 もちろんです。なんか子供のような復唱してたけどもう一回自分でこう、ね、はい、中で納得するためにも、はい、ね、やっぱり巨人がね、巨人阪神強くないとさっていうところもねありますね。でももうそれも時代遅れなのかもですかね、はい、いやでも強い巨人が見たいです。そうだな、はい。